前回までの少年陰陽師は、お寂しいのですか。私のお母様だったのに。では頼む。雪なり様。近頃急に都が荒れだしてね、うん、あちこちで盗っ人や追いはぎが増えて、検非違使たちで見回ることになったんだ。爆魂、人を殺めた血濡れの心象塔だ。楽になんか死なせないわ。まずは新将たちの気配を探り出すんだ。セメ、トーダたちの気配が消えた。大尉やゲンブ、リクゴンも気配が急に途絶えて居所がつかめません。うん、分かっておる。焼血に飲まれたようだ。マサヒロたちを追うぞ。東の方より来たる呪いなれば、雨やそよろずひむすびの御事のお力をもってして返したまえ。よろずの魔我を払いたまえ。南の方より来たる呪いなれば、雨あいむすびの御事のお力をもってして返したまえ。西の方より来たる呪いなれば、雨やおひむすびの御事のお力をもってして返したまえ。よろずの魔我を払いたまえ。しっかりして、アキコさん。もうすぐ陰陽寮の皆様方が悪いものを退治してくださいますからね。はい。大尉、ゲンブ、リクゴ、マサヒロ。もうどこ行ってたの。あんまり心配させないでね。いや、それはこっちの。モックンは、トーダの姿はまだ見ていない。そうなんだ。トーダだったら一人でも大丈夫に決まってるわ。そうだよね。みんなはどうやってここへ。人の気配を探していたら、自然とあれに引き寄せられた。長子内心の、あの子がこの焼結を作った張本人なのよね。どうする、無理やりにでも連れ戻す。だが焼結と長子姫の心はつながっている。下手をすればさらに焼結が広がることになるぞ。少し話してみる。長子姫。姫宮様でしょ。探していたんですよ。帰りましょう。帰る。帝と中宮様が案じておいでです。早くご無事な姿を見せて差し上げ。嘘よ。パワーツヤスの方が可愛いの。私のことなんか嫌いなのよ。カサナもいなくなっちゃったし、みんな私のこと嫌いなんだ。あのね、子供が可愛くない親なんていないよ。嘘、私ずっと一人ぼっちだったもの。お母様はツヤスばかり可愛がっていて、女房たちも。中宮様はツヤス様も長子姫もどちらも案じていらしたって爺様が言ってた。本当だよ。嘘、嘘よ。ゲンブ。なんだ。ゲンブの水鏡って遠くのものを映し出すことができるんだよね。今代理を映せないかな。うん、一乗院なら映し出せぬこともないが、この焼結の中からではどこまで力が届くものか。頼む、姫宮様に見せてあげたいんだ。
中宮様のお心を。やってみよう。が生まれてただでさえ寂しい思いをさせてしまったのに、だって一人で苦しんでいるようなことがあったら私はどうしたら。早く厚安と長子、私の大事なあの子たちをこの腕に。玄武、すまない、これが精一杯だ。いや、ごめん、無理言って。お母様。弟が生まれるの？それとも妹？さあ、どちらかしら。どちらでも大事な子よ。あなたと同じようにね。私と同じ？ええ、あなたも生まれてくるこの子も私にとってはどちらもかけがえのない大切な子供よ。お母様に会いに行こう。帰る、お母様のところに帰る。黄泉の正気によってその身を歪められた異形か。どうやらすぐ帰るってわけにはいかないみたいね。の強い正気を糧に欠けた体を補っているのか。厄介だな。こんな時にどこに行ったんだ、モーク。いやあ、やるやる、全部奪い尽くせ。ほら、そこまでか。なんだこれは。離せ。何人か裏手へ逃げたぞ。絶対に取り逃がした。暴れようは一体どうしたものだ。大丈夫ですか。奥に我々が清めた結界があります。少しお休みになられるといい。あ、はい、すみません。
んだな。心配してたんだ。あとはここから帰る道を探せば。グル、封印の金冠が。痛むのかしら。いえ、何でもないんです。人は脆いな。手応えがないからつまらない。どうして、どうして、どうだ。玄武、血の流れを抑えて。今やっている。間に合うか。マサヒロ、冗談じゃないわ。目を開けなさいよ、ねえ。無駄よ。その子は死ぬわ。カサネ、あれほど信じていた東田の手にかかったんですもの。本望でしょ。神をおとりとしてここまで導いてやったのよ、あれを。ほう、どうだお前。根の国の生き物、もう誰にも止められない。カサネ、カサネ大丈夫。ヨミの式だと。そうよ、爆魂の術で意志を奪った東田に寄りつかせてやったの。そしてお前自身の霊力を餌にここまでおびき寄せたのか。東田の手で正弘を撃たせ罪を犯させるために。なぜだ、なぜそうまでして東田を。当然じゃない。私は東田に父を殺されたのよ。もっとあがいてみせよ。ごめんなさい、こんな目に遭わせておいて。今さらだけど、あなたも寂しかったのにね。あなただけは私が返してあげる。お母様のところへ。カサネどうしたの、苦しいの、カサネ。雪成様、都市帝と中宮様のご様子は。義政様たちが懸命に祝詞を奏上なさっているのですが、今のところは。そうか、都のあちこちでも
かなりの騒ぎになっております。ああ、正気とやらのせいだろう。君たちの力が必要だ。はい、私どももできる限りのこと。雪成様、今度は五条のあたりで盗人どもが暴れているとの知らせが。すぐに行く。トシスン、くれぐれも頼むぞ。雪成様もお気をつけて。やっぱりあの時私を助けてくれたのはあなた。知識の宮司とは手を切れ。奴は人の心の弱さにつけ込み操る。お前は奴に騙されているんだ。話して。今ならまだ間に合う。取り返しのつかないことになる前に話して。重ね。これは私の意志。私の意志で復讐を遂げたの。だって私は東田に殺された榎木流斎の娘なんだから。今日も風存。貴様、スザカ、天一、処置。何人増えても同じことだ。グレン、お前はまたも罪を犯してしまったのか。血は何とか止めたが、ナイフまでやられている。これ以上は我には。わかりました。写し身の術でこの傷を私に移し替えましょう。天一、これは私にしかできないこと。我が身は我にやらず、すべてのマガコとマガモノを引き受ける。癒しの友。大丈夫か。さすが地獄の炎を従える強将等だ。なかなか手こずらせる。どうだ生命、お前の式神はもはや我が傀儡。救済。懐かしいな我が友よ。めっ。おいおい、久しぶりに会った友に向かって何を。救済はもういない。あの時死んだのだ。お前の罠にかかっての。その妖力忘れるはずもない。お前は知識の宮司。あの時流祭を操り帝を呪った張本人だ。さすがおいても安倍の生命。そうやすやすとはほだされぬか。十二神将東田はすでに我が物。神の眷属たるこやつの体を贄に捧げれば黄泉の封印は砕かれる。今度こそ全ての封印を打ち壊し黄泉寺を開いてみせようぞ。さあ黄泉の式よ、この者たち全てをお前の炎でほぐれ。
第22話、すべては巫女の御ために。